ろしくお願いします。今日は前髪切ったのかと思った。切った、切った、自信持って言って今日はてか昨日切った。写真撮ってきて、気づいて、みんな、みんな気づいて。あ、その置いといて、今日は何でしたっけ。あ、今日はユニット明けまで一緒に見ようって感じ。なんか昨日聞いたら、昨日配信の時に聞いたら、なんか今日なんか土曜日はいけるんですけど、日曜日はちょっとみたいな人とか、なんか逆の人もいて、いやだったらもう半々に分けて、まあそりゃみんなね、どっち見たいとかあるかもしれないけど、半々に分けちゃえばよくねみたいな感じになったので、そうしたら、まあどっちも見れる人はどっちも見れるし、どっちも見れん人はもう最初から見れんかったってことで、どっちかしか見れん人も、まあでも全く見れんよりはいいのかなと思って、半々に分けて見ていきたいと思います。ということで、皆さん Hulu さんの準備をお願いします。プールさんの準備をお願いします。はいもう多分私のこう通知をあれしてる、通知っていうか一緒に見ようって思ってるとか、ツイッターじゃない X とかインスタのストーリーで見てから来てくれた人は多分もう準備万端だと思うんですけど、20分になったら開始しますね。ちょっと待って、やばいやばい、もう00000からスタートさせるので、あの本当、はい、そんな感じです。サプライズレバーさん、花火ありがとうございます。花火今日までですよ、え、明日まで、無理です、もうもう無理なんで大丈夫ですもう無理なんで大丈夫ですって感じ。いやでもください余ってる花火があるならくださいよろしくお願いします。ちょっと待って、ごめん、今19分、イヤホンはこのこれで見ます。今日はなんかね、 iPad にねつなげるイヤホンジャックのやつがなんかあるんですけど、めんどくてそうだから、あ、20分になりました。ということで、それでは早速スタートさせていきたいと思います。いきますよ、あの一斉のでって言うんで、でで押してください。そしたら一緒に見れます。それではいきます、一斉ので。すごい、めっちゃ途中から、めっちゃ途中から流れてきたお、ゆきりんさんの影慣れ、嬉しい。私が考えたわけじゃないけど、私がやすしさんが秋元先生が考えてくださったこのタイトルっていうか、なんていうんですか、考えた歌詞を引用した私が考えたこのコンサートタイトルが
これゆきりんさん言ってくださってるのが嬉しい。いいタイトルだ。もっと言ってください皆さん。いいタイトルだ。めっちゃいいタイトルだ。避難誘導と、すごい誰かの声がめっちゃ入ってる。俺もあったよみたいな。それをタイトルにしようって言ったのハルピョン。そうです。うわびっくりした。ゆきりんさんちょっと声びっくりした。ちょっと声びっくりした。フールか、フール、そうです、フールさんで今見てます。ゆきりんさんのファンの人すごい多かった。もうなんかやっぱ本当に私なんか2000人いる中で1000人ぐらいゆきりんさんのファンですよみたいな。絶対そうだから、もうもっとなんかもっとあれしてくれないとみたいな話してたと思うんですけど、もっとチーム B 席増やしてくれないと私のファンの人入れないって言ってたと思うんですけど、いや本当に本当に2000人いるうちのもう1500人ぐらいゆきりんさんのファンみたいな。そうすごすごってとか、ゆきりんさんからチーム B を知ってくださって、なんかそのなんて言うんですか、そのゆきりんさんもことも好きだけどみたいな、もっとなんていうの、他のメンバーもいろいろ好きみたいな、めっちゃみんな好きみたいな、チーム B が好きみたいな人とか、そう一緒そう、チーム B ってか違う、ゆきりんさんだけのファンの方だけの抽選してほしかったですよね。本当にそう本当にそう、ゆきりんさん枠みたいな、なんか NMB さんのさあれであるじゃないですか、なんだっけ、女性は女性席みたいな、でもそれのゆきりんさんバージョン作ってほしかった本当に。お始まった。なんかこのオーバーチェーが見慣れない。言いたいことわかりますよね、多分エイトのファンだったら。なんかさメンバーがあの書いたさ、あのなんかいびつないびつなあれを見てるからさ、こんなゴリゴリガチガチめっちゃ綺麗ななんていうの文字で書かれたオーバーチャーとか見たことない。あのいやうちらもうちらでね、ちゃんとめっちゃ、だってもう私たちが本当コンサート始まっ、チームツアーが始まっ、もう加入して1年2年とかのなんで、中学生小学生中学生が書いた。ここで今ゆきりんさんと目合いました。私ありがとうございます。すごい、ちゃんとフールさんに目線を送ってんの、えぐ、ゆきりんさん。じゃー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 、ワンデーハイアイアーよっしゃ行くぞー、タタタタララタタ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 、いつもこっち分かんなくなっちゃう、こっちとこっち
憧れていたステージ映ってるよ、ハルピョン映ってるよ。すごいゆいゆいファンの方めっちゃ頑張ってる。コールこのカメラ席に近い。自信ライバルが輝いて見えた夢は汗の中にすごい。ハルピョンめっちゃ可愛い、ありがとう。決して裏切らない夢。あ、映った。頑張ってる頑張ってる。いつかきっと可愛い。セナタンの先輩たちには負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作りたかった。ちゃ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 、いやほんとそれ、くるちゃんの歌声マジで通る。ほんと素敵、羨ましい。めっちゃ羨ましい。私の衣装をここにベルトみたいなついてるんですけど、あれのおかげで足が長く見える、ありがたい。やば、なんかゆきりんさんの後にさ自分映るとなんかもう頑張って頑張ってって気持ちになる。ねえ、ここ番号狭めたじゃん。めっちゃまほちゃん外行ってた。番号狭めたじゃん。そう、当日に番号が狭まったんですよ。なんかね、7番まで立てるって聞いてたんですけど、7番が機材だったから7番が立てないってなって、そうだから狭めたの。当日にめっちゃ番号変更したな、 4、5曲。そうだから間違ってる箇所いっぱいあると思います、みんな。みんな間違ってる箇所いっぱいあると思う。ててゆいゆいってなんでいつも同じトーンで喋れるのかな、すごいよね。いや、ゆきりんさんマジ口から音源すぎる、歌うますぎ。歌うますぎ。ハルピョンってめっちゃ聞こえる。かわいい、セナタン。あ、映った。見たいにみんながいる前でなでなでしくね、呼び捨てにしてほしいな、思わず言っちゃった感じ、お願い呼び捨てファンタジー。いや、うまっ。なんかそのゆきりんさんのさ声でさ、もうさ、なんていうの、やっぱこれまでいろんな
曲がさ収録されてるじゃないですか。もうあのままの声で再生されてるからすごい。いっぱい映ってるハルピョン。確かに映りやすいところだった。1590日、今日そんな、なんかあと10日で1600日。すごい、みんなが高まってんのおもろい。真帆ちゃんのこの顔好き。今の顔めっちゃキリッとしてていい。チャ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 。シナさん入れてなかった、かわいい今の。かな、この曲めっちゃかわいい、好きになった。てか踊ってて楽しい。やっぱチーム B の曲踊ってて本当に楽しい。僕はそっとつぶやいた、あー聞く方では特別な君でも何も気づかぬまま。あ、真帆ちゃんめっちゃカメラにレスじゃないけどカメラのとこ見てた、めっちゃ。あいいね、この夕焼け空がって言ってるところでさ、ライトがさオレンジになるのめっちゃいい。直吉さん金魚ありがとうございます。ここのステップが一番難しかったこの曲。タタタタタタ。すん、ああ君にとってはただのスメイと同じ。ここから大好き。くるちゃんと踊ってたのめっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。ここアシュラさんお星様ありがとうございます。ドラさんも2人楽しそうだった。かわいいくるちゃん。遠回りした墓、すごくない？遠回りした儚い恋って言ってるから、その前にいた子が遠回りしてるんです。マジでうまい、このダンスの作り方。じゃん。すごい、めっちゃ湧いてる。女の子がめっちゃ湧いてる声が聞こえる。じゃんじゃんじゃじゃん。これ私一回あの普通にレッスンの時に「あなたを」なんか困らせるじゃなくて歌詞間違えたんですよ。
そうで、サッキーさんとめっちゃ、あ、ごめんなさい、めっちゃ笑ってた。私なんて言ったんだっけな。いい、いい角度、今のハルピョンめっちゃいい角度だった。背中から抱きしめてた。てれてててててて、背中から。あー、ちょうど真帆ちゃん映ってない。ほど抱きしめて未熟はできないく。マジでうまい、なぎちゃんすごい安定。大丈夫、誰か5人ぐらい、3、4人歌詞間違えてたの。チャー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 。首詰まってる衣装だからさ、この衣装。顔、いや顔丸いんですけど、顔丸く見える。もっとチャ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 ラララッタ。この曲地起こし頑張った。でも楽しかった。そっぽ向いてたら一つになれるわけないじゃない。校内で一番弱いやつらだって、そんなれて張られてもいいの。なってくれ。ここエンジン、私自分の位置入れなくていつもと違う位置入ったなんか後ろがね狭かったの。そう、それで私めっちゃ移動するところなんだったんですけど移動できなくてそう、とりあえずエンジンに入っとこうと思って違う位置入っちゃった。このサビやってる時、あー違う位置入っちゃったーって思ってるそう、すごいちゃんとさ、一番最初の人から、私一番最初の人だったんですけど、一番最初の人からさ、ちゃんとカメラで抜けるように、もう最初からセンターのカメラって決めてくださってんの、マジ神。え、今回のスイッチングさん強い。いや、まあ見逃し配信だからもしかしたら編集とかしてるかもしれないけど、あ、でもそんな全然違う位置入ったわけじゃないですよ。エンジンがあって私がここに入る予定だったけどここに入ったぐらい。そうめっちゃなんか意味わかんない位置に入ったわけじゃない。もうこの後の方が私意味わかんない位置入ってる。めっちゃ走ってるえ、でも間に合ってるんで、ほらちゃんと間に合ってる、ちゃんと間に合ってる。あー綺麗ちゃんと間に合ってる、最後の最後に間に合ってれば OK誰にも迷惑かけてないし、移動するってこと
ことは分かってたんだけど、どこ行くんだっけってなっちゃった。なんかいつもの人とさ、歌ってる人が違うからさ、いつもの人と歌ってる人が違うじゃないですか。だからなんか新鮮。ケイビーでスターレス会社手を打って、ここ私めっちゃ前までこのドラ明けをやるまで手を振ってだと思ってたの。そう、でもドラ明けをやるときにちゃんと歌詞を確認して、違った、手を打ってってことを知って、違うんだって思った。全力でバカ騒ぎ頑張れ。イエイエイ。大丈夫、リハの時もっと違うこと言ってたから。リハの時もっと違うこと言ってたから大丈夫。可愛かったリハでもう間違えてて、ゆいちゃんが、いやもう違う、でも一番これ、まあ私も言えなかった時あるし、なんか息が続かなくて言えなかった時あるし、そう、ハルピョンって言ってる誰か嬉しい、あるし、劇場のリハの時ね、真帆ちゃんが今日は私の生誕祭ですとか言ってて、全然違うこと言ってた。めっちゃおもろかった。生誕祭だっけ、セナタンの卒業公演、え忘れた、え違う、でもそれはセナタンが言ってる か真帆ちゃんの生誕祭の時に、今日は私の生誕祭です私が主役なのでみたいな、リハの時言ってた。めっちゃおもろいと思った。生誕祭だからもう真帆ちゃんが主役だからいいよって話になったんですけど、その後ちゃんと真帆ちゃん練習してました。えらい。なんか私映り込み多め。そしたらそばの友達が言う、ふこれはあのノーウェーマンの振りを考えてくださった先生が、この浅井チーム B のためだけに、浅井チーム B がやる脳幹のためだけに作ってくださった振り付けで、めっちゃ可愛い。ゆうぴょんさんハートありがとうございます。ありがとう。そうです、本家の脳幹とは振りは違う。本家の振り知らない、むしろ本家の脳幹の振りどんな振りなの。ちゃちゃらちゃあるのかな、まず
ちょっとゆきりんさんに聞いてください。チャ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 てれててててて、え、めっちゃ簡単そう、この横の人たちの振り。うちらめっちゃむずいのに手振ってるだけやん、うらやましい。やばい、歌うますぎ。てかマジでいつも聞いてる声すぎる。サッキーさんもうまいし、まほちゃんもうまい、くるちゃんもうまい、ゆいちゃんもうまい。もうどうしたらいい。ててててシアターの女神、ようやく会えたね、こんな近い距離に素敵な君がいる、シアターの女神、初めてここに来れた、テレビやグラビアより輝いた、君が好きだ。じゃん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 、はい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 、たた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 た。この後の感想の振りがめっちゃむずいの。2、3、4、5、6、7、え、1、2、めっちゃむずかった。そして私顔映ってない。ここに来れた、テレビやグラビアより輝いた、ハルピョンが俺の中でシアターの目。嬉しいけど頑張るね、なれるように。急にセンターで終わる橋本、そしてなぜかウィンクをしている。お前の曲じゃねえよ、すいません。タタ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 、もうしんどかった本当に、もう助けてって思いながら頑張ってた。もうあと1曲だって思って。しかもセンターだし、そう、いやセンターじゃなかったら頑張んないってわけじゃないですよ。ケットに入れて手をつなぎ、もちろんどこにいても頑張りはするんですけど、そりゃそう。いつのガールフレンドと戦ってるのに誘ってごめん、じゃららいてくれればいいから、僕の一番すぐそばに、昔と何も変わらない。あー楽しそう、ハルピョン。愚かな愛に付き合って、夕日が隠れるまで、テテ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 テ、はい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 、テレレテレ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エッ、ツー、ツー、スリー、フォー、テレテレ、トゥ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 、何も言わずに付き合ってくれた今日一
一日が僕には永遠。かわいいシャボン玉。僕の一番さ、やばい、ステップしすぎ、頑張りすぎ、頑張りすぎ、ちょっと橋本さん、まあ、いいこと、いいこと、頑張んないよりはいいこと。いてくれればいいから、懐かしいこの砂浜で。もっとなんかシャボン玉飛んでるからさ、もっとさ、なんか可愛い感じの母みたいな感じでいいのに、もうちょっと頑張りすぎてる。顔真っ赤だし。え、すごい、ふーとか言ってたんだ。もう忙しすぎて、忙しすぎて、自分で精一杯すぎて聞こえてなかった。みんながふーって言ってたの嬉しい。その投げキスのところでふーって言ってくれてた。キリンさん疲れすぎてる顔が疲れすぎてるいやでも本当にもう究極はやばい すごい、オープニング究極。なんかすごい、私の声だ絶対今、もう疲れ切ってる、取っちゃう取っちゃうが聞こえた。絶対今の声、私の声、申し訳ない。すごい疲れ切ってる、取っちゃう取っちゃうが聞こえた。めっちゃ申し訳ない。すごい。さすがチーム B そのもの。坂口、もうこれ言えないんだ。なぎさ、坂口なぎさ、すごい、くるちゃんの声がめっちゃ通ってる。レビタ前髪が、レミなんでさ、みんなさ、あやねちゃんもそうだけどさ、なんか星の国鳥取県からやってきました、どうあやねちゃんも聞いて聞いて、鐘のね、鈴のね、せーの唇色なさそう、大丈夫かな、唇色なさそう。顔テカテカだよ。ちょっと違うんだよね、日本語よく分かってない結局誰もみんなハルピョン推しですよねって言ってもらえるように頑張ります。どういうこと、違いますよね、ごめんなさい、ちょっとすいません、ちょっとすいません、日本語ちょっと間違えました。かわいいセナタン、かわいいクルちゃん、
ゃんとハンピョンのイエーイが聞こえた。高ーく初めてやったかも、サッキーさんのキャッチフレーズ違うかな。二十歳なんだ。すごいよね。舞台本番終わり次第。初めて聞いた。イエーイ、見てるよ。あなたは何を見ていますか。だって9月3日までだね。あれ3日までですよね。明日もやるよね。待って焦る。かわいい。明日までですよね。よかった。今明日までだよね。明日も見ます。幻想ってそうなんだ。大丈夫。めっちゃ可愛い。大森さんはね、どういうこと？ジムシンって一粒、ジムシンって一粒でできる、粒単位でできるんだ。粒単位でできるんだ。なぎちゃんマジベレー帽似合う。顔ちっちゃすぎてさ、帽子めっちゃでかく見える。なぎちゃん ないんかい。かわいい家族。素敵。絶対うちの家族そんなことしない。素敵だね。だってさ、ハワイっていくらかかんの？
ねえカメラの近くにさ、ちょっとなんかよくわかんない人たちがいる。ちょっと自分だと思ったらちょっと手挙げてほしいんですけど、今なんか今なぎちゃんちょっと最後出てくれてありがとうみたいな話になって、あーなぎちゃんありがとうありがとう歌ってる、やばいねラブ修行音聞いてる、もうやだこのカメラの、カメラの近くにいる人、めっちゃおもろい、もうもっともっともっと言ってほしい。ぽっかりと。頑張れ、多すぎる。え、しなかったし、結局このコンサート終わり。まほちゃん計画立てて。絶対絶対なぎちゃん来ない。絶対なぎちゃん来ない。特にね、うん、確かに自分のアイドル像がある、なんかそれぞれがちゃんと。もう早く早く終わってみたいなあれだったやん。このユニット明けの MC 終わりで配信終わっちゃいます。今日は一旦、今日のこの一緒に見よう配信は一旦終わり。これやりたかった。スイカベイビー、眩しい太陽の下で輝いた君は真夏のマドンナ。タタ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 タ。お、ちょっと早かったのか、あれを変えるのが。テロップかわいい。あ、やばい、背中見えてない。当たり前なようで。だって私はこの後の、この後ユニット、この後なんですけど、イントロ映ってないことをマジで祈ってる。あ、ビスしてるやん、ビスしてるやん。石渡さん、スイカベイビー、懐かしい橋を渡って、知らぬ間に僕はこう。レミタンってめっちゃさ、指まっすぐ
僕はカブトムシ。テレテテ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 テテレレレテレレ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 レ。お、来たよ橋本さん。ちょっとイントロ見るね。ちょっとあ、やばい、意外と映ってる。やめてやめて、映さないで。あ、いいよいいよいいよ、ソロショットいいよいいよ、映さないでいいよ、おー、できてるイントロ全然できなかったのあんなに頑張ったのに。いいね、頑張ってる橋本さん。直吉さん花火ありがとうございます。なんかさ、触覚、あ、待って、なんか固まっちゃったねえ、ごめん、固まっちゃった、嘘ついてで固まっちゃった。え、なんで、待って、なんで、なんかぐるぐるしてる。一番いいとこ、なんで、ちょっと思い出以上最初から見ましょう。でも待って、ちょっと待ってて、ちょっと待って、3回言った、なんかぐるぐるしてる。デバイスのネットワーク、ちょっと Wi-Fi 一回切ろう。思い出以上最初から見よう。あ、来た、あ、来ました。分数言うね、ちょっと待ってね、分数言うから、分数言うから待ってて。この辺だ。ここだ。46分16秒から。いける？ごめん、46分16秒から。みんながこうやってやってるとこ、みんなごめん、固まってしまったようだ。46分16秒から。ところどころ歌、あ、そうだよね、よく言われる、なんか一緒にミオ配信してたらなんかたまに歌ってくれると合わせやすい、めっちゃ言われる。でもいつもやってないやるね。でも思い出以上はちょっとごめん、真面目に見させて。いきますよ、いいですか、いっせーので、またハルピョンのイントロギリギリイントロギリギリ映ってない、間違えてるけどギリギリ映ってないからバレてない瞳で遠く見つめないで、インスタにさ、この写真さ、公式さんが載せてくださった写真さ載せたんですよ、私も。そしたらさ、
多分公式のインスタだと間違えられてコメント全然来なかった。みんなコメントして。私だけだったんだ手袋してたの。ネイルしてたのに。でもオープニングのさ MC の時のさネイルめっちゃ見えたよね。ここハルピョンです。踊ってるんです。映してください。カラクルちゃんリハの時もこれね最初ユキリンさん映ってたんだよね。本番までに治るかなと思ったけどダメだった。まだ好きだと嘘ついて。ここの触覚が多いのかな。なんか私ってさ顔映っても映ってないように見えるよね。イントロ間違えたから絶対アウトロ間違えないようにしようと思って踊った。そしたらちゃんと間違えませんでした。えらい声低めのハルピョンが聞こえた。アシュラさんハートあり。すごい誰の声誰か発狂してた今。アシュラさんハートありがとうございます。すごいめっちゃ歓声が聞こえるからさ。ゆいゆいノースリーブ似合う。まあ、腕細いからな。かわいいなぎリボンがさ綺麗に結べてないのもかわいい。真帆ちゃんって指こうだよね。すごいめっちゃ反ってる。かわいい。だからなぎちゃんマジかわいい。やばいリボンが縦結びになってるのさえもかわいい。していても今日とと同じもどかしさ。イフじゃ始まらない。勇気出してみよう。さあもしもの先に未来はある。似合うな凪このタイプの服。マジでもなんか振り入れしたのわかんないけどなんか間違ってたっぽくって、そうゆきりんさんが直々に教えてました。すごいよねゆきりんさん直々に。さあ誰が来るってみんなの中ではざわざわ。この二人でした。おかえりって感じだよねみんな的には。てかこの衣装かわいいと思った。初めて見た手もでもでこの衣装。めっちゃキュルキュルじゃない。
似合う、みなみちゃん似合う。登場が早くて、そうなんか結構めっちゃ早く到着してたっぽくて、てかやばい、めっちゃ合うね、みなみちゃん可愛い系だけじゃなくて、めっちゃ大人っぽい感じ似合う。なんかテモデモって言ったらさ、しかもさ、ゆきりんさんもさ直前のさユニットに出てたわけじゃないからさ、ゆきりんさん来るかみたいな感じだったじゃん絶対。いいねこの2人。二人推しのファンの人たちからしたら湧いてただろうね。うん、いいよね、テモデモやったことないけど。見てさえもくれない傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙、ハルピョンのでもでも見たい。何回見てもピョンちゃんにやってほしい曲すぎる。誰とやってほしいですか、一緒にやるとしたら。めっちゃ出てくるの早く、やりたかった。誰かめっちゃ湧いてる。少年の話してた早っ。マジでやりたかったこの曲。ララララララオイエーセライライライオイ、もうしょうがないんですよ年齢なんで。私だってやりたかったって。言ったよなみんに、この曲やりたかったって。なみんに言ったら、あ、年齢なんでって言われました。すいません、悲しい気持ちになりましたその瞬間に。確かに見た目年齢なんか年齢年齢って言われる、アイドルだったらね、そう年齢年齢って言われる年になってきて悲しい。実生活では言われないですよ全く。まあ、実生活で年齢って言われることなんてないですけど、むしろ
何のタイミングで言われんのって感じですけど。じゃーんじゃらららららじゃ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 はい、赤い狐と緑の狸でございます。こちらすごいよねマジで。これ本当に赤い狐と緑の狸、これも新たに新しく振り付けの先生が考えてくださいました。来るよ。ドキドキ。やばい恋愛はサーカスだ、スリルに満ち溢れてギリギリの極限、目をつぶってしまうよなぎちゃんは何もなかったかのようにめっちゃ , 笑顔で踊ってる。あら、ハルピョンのレスがありました。命がけだ命がけだ命がけだ、チャラチャラチャ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 、いやリハの時にこのユニット終わった時にユニットのあの振り V みたいなリハ V 見て、あ、省かれました。聞くまで全然知らなかった、聞くまで本当に知らなくて、めっちゃ練習したのに。凪とでも確かに投げる練習はしてなかったんですよね、ナギと。すごい、そんなどんなゆきりんさんだからできたこと。私の中ではなぎちゃんとなぎちゃんと私でコップ逆にするから、いやピンクなんだよな投げられるのと思いながらドキドキ。満ち溢れているギリギリの極限、目をつむってしまうよ、恋愛はサーカスだ、努力を積み重ねた結果あんなことこんなことできるようになるんだ。やばいって言ってる。
これはいって言ってるからもう頭の中無理だった。私はいって言わないでって思いながら味噌するな。めっちゃなぎちゃんのこと煽っちゃった問題の MC、 問題の MC もうやめてほしい、この MC 流さないでほしい。もう本当にもう恥ずかしい。かわいいみなみちゃん、ありがとう。むしろみなみちゃんということで届いたお二人でございます。ここからは好き好き、ここからはめっちゃ長めの MC ですようちらが着替えてるんで、うちらが着替えてるんで、うちらの着替え時間。なーみかわいい。どうでしょう。かわいい。ここの MC 聞いてなかったから聞きたいけど、私出てないからみんなあれだよねまあ私は聞きながらちょっと喋るんですけど、明日の配信はこの後の中盤曲、まあだからラブチェイスじゃないや、2 years later からやります。明日何分何秒かは、まあ、またツイッターに言いますね。そう、明日はまた配信のお知らせやるから、配信のお知らせのあれで何時何何時から配信始めます、昨日の続き何分何秒から配信始めます、配信じゃないや、一緒に見ましょうってやりますね、ちゃんと。なのでHuluさんでそこをセットしてお待ちください、その配信開始時間を。よろしくお願いします。爆速で なのでよろしくお願いします。明日も、あとは話したいことはなんかあるかな、何ある、話してほしいこと、話したいこと。思い出以上最高すぎた、嬉しい。やった。
いや絶対誰かが絶対そう、アラ通しリハはなんかみんな絶対やってくると思ったから。そうゆきりんさんなんてもうさ何回もさこの曲いっぱいやってるしさ絶対できるじゃん。でみんなみんなできるじゃん。でセナタンとかクルちゃんとかもちゃんとやってくるじゃん。だからもう絶対やんなきゃって思って、そうサッキーさんとかも絶対やってくる真面目な方々がなので、そう絶対にやってくるって思って、もうみんながその気持ちで来るから私もそれで行かなきゃみたいな、もう本当に恐怖でした。恐怖アラ同士めっちゃ早かったの、アラ同士リハが。そうまだコンサートまで10日ぐらいあるよみたいな、ともっと前2週間ぐらいあるよみたいなぐらいの、2週間ぐらいのテンションだ。そうの時にアラ同士リハっていうのをやって、まああのいろんなね舞台にいっぱい出てるメンバーとか、まあ、それこそゆきりんさんとか忙しいメンバーとかもういたので、まあ、それはしょうがないんですけどもうなんか2週間前にアラ同士リハをしたのが、そう通しリハみたいな感じでなんかみんなで曲を全部一気に合わせたっていうのが初めてすぎて、 AKB 史上全然無理よと思いながら、でも頑張んなきゃと思いながらも頑張りましたね。アラ同士リハ懐かしい。もうマークーンさんハートありがとうございます。ありがとう。かわいい。ハルピョンのグッズ持ってる人が多かった。え嬉しい嬉しい。これからもいっぱい持ってください。年も金も確かにチーム B になんなかったら仲良くなんなかっただろうなっていう人いっぱいいる。いやなんかそのなんか仲良くなれないわけじゃないんだけど、私からはまず話さないし、そうなんだろう、なんか多分みなみちゃんとも喋んなかっただろうし、そう人種がすごい違いすぎてめちゃめちゃ兄オタって感じじゃないですか。そうだからきっとこんなみんな喋んなかっただろうなと思うしって感じ。あ続いての曲に行くらしいです。なので今日の配信は、今日の一緒に見よう配信はここまで。ちょっとここだ。じゃあ1時間10分38秒で皆さん止めといてください。明日はここから一緒にスタートしたいなと思います。ということで、いやそう本当チーム B にならなかったら仲良くなってないだろうなみたいなメンバーいっぱいいる。なんか別に仲悪いわけじゃないけど、私が喋れない分だから、それこそセナタンも私が喋れない、セナタンも喋れない、じゃ喋らないみたいに なるじゃないですか。でもまあチーム B で一緒だからこそやっぱり喋ったりとか目合わせたりとかダンスのレッスン一緒だったりとかっていう機会が、公演も一緒にいっぱい出たし、そうそういう機会が多かったからやっぱ必然的に仲良くなっちゃったみたいな感じです。そうでも K の時よりやっぱりそのまあ K の時は高校生だったとかっていうのもあって、ちょっと結構もう高校生大学生だったみたいなのもあって、めっちゃなんて言うんですか、もう学業に割と専念みたいな感じで人数も多かったから、そう結構先輩方とか他のメンバーにダンスとか公演の出るのとかも頼り切っちゃってる部分があったんですけど、 B になってからはそんなことなく結構たくさんいろんな場面に出演したりとかできて、結構仲良くなれたんじゃないかなって
思います。ということでまた明日は、何分何秒って言いました？1時間10分38秒のところからメモっとかなきゃ忘れる。一緒に見ましょう。ということで、1時間10分38秒。それでは今日はここで配信終わっちゃいます。バスケもあるし、みんな早く寝てください。ということで、あの昨日の夜ピョムビあげたと思ったら、あの総集編しかあげれてなくて、そうなんかあの多分アップロードが終わってないまま TikTok のあれを切っちゃったので、あの今日のお昼に昨日の TikTok のピョムビをあの載せたので、皆さんぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。ちゃんと今日のピピロリペ TikTok は載せるので、ピョムビまたそちらもご確認してください。ということで最後にランキングを読んで終わります。最高の教師は今日は一緒に見ない。いきます。1位直吉さん、2位サプライズレバーさん、3位アシュラーとハルピョン大好きさん、4位ともゆきさん、5位くじの大悟さん、6位バージョン R さん、7位マックミックさん、8位ベベモンさん、9位、マークーンさん、10位マジカナバナナとスイカベイビープラスヒラヒラやってほしい。ヒラヒラって何？待って、知らないかも。ヒラヒラ。11位ツッチーさん、12位カズさん、13位カートピョンドさん、ありがとうございます。ヒラヒラってなんだろう、調べよう。ヒラヒラ AKB、 あ知ってるわ、ノットエットさんとか。めっちゃ AKB の中で今頭探してた。めっちゃいい曲ですよね。でも私これよりオールレディ好き。オールレディめっちゃ好き。ヒラヒラもめっちゃいい曲。なんか結構なんて言うんだろう、なんか卒業ソングみたいな感じなんですけど、オールレディマジいい曲。はい、ということで皆さんありがとうございました。また明日もぜひ見に来てください。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、急ぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5548人の皆さんに切ってきてお届けしちゃう、テーマ県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。ありがとうございました。また5600人になった。また明日一緒に見ましょう。バイバーイ、またね、さよなら、おやすみなさい。もう眠たい、昨日寝るの遅かったから、あ筋肉痛。バイバーイ。